はい、どうもこんにちは、くにです。今回はね、ドラゴンボールレジェンズ5周年、第1弾、第2弾、そしてファイナルのガシャがすべて出尽くしたということで、まあ、結局どのガシャを引くのがおすすめなのっていうね、動画やってこうと思います。注意事項なんですが、PVP をね、やり込みたい人向けの動画なんで、まあ、そんな PVP やんないよって人はね、自分の好きなキャラクターが入ったガシャを回したらいいと思います。そしてね、最終的にはご自身の、まあ、持ってるキャラクターの凸だったり、まあ、何を使いたいかによるんで、まあ、この動画を見て参考にしてもらって、何のガシャを自分でね、引くか決めてもらうって感じですね。で、いつも通りね、下に書いてるフラグメントの C から Z プラス、そしてね、それを超えたゴッドランクでガシャのおすすめ度をね、まあ、評価してるんで、そちらもね、まあ、目安に見てもらえたら嬉しいと思います。ということで、やっていきましょう。はい、まず紹介するのが、第1弾のガシャ、極振りガシャになります。いや、このガシャはね、正直一番おすすめですね。っていうのも、目玉の極振りもめちゃめちゃ強いし、サブで入ってる通常スパーキング、キャウェイだったり、ジレンだったりも、まあ、かなり強力。まあ、カーセラルは正直ね、ヒット持ってたらいらない子なんですが、まあ、PVP をそこまで超ガチるわけではないんだったら全然使えるキャラだし、まあ、エクストリームのね、バドソンも手に入ると。今後エクストリームマルチの振り先困る方結構いると思うんですけど、こいつに振っとけばとりあえず遊べるぐらいの性能はしてるんで、まあそういったのもあると。うん。で、副産物に入ってる、まあリミテッドのキャラクターも、まあ、ぼちぼち遊べるぐらいの性能のキャラは揃ってるんで、もう本当にね、副産物と、まあキャラのパワーとか含めると一番おすすめのガシャですね。で、特に回すべき人は、やっぱり宇宙代表使いの方と悪の系譜使いの方ですね。まあ宇宙代表は極振り、あとはジレンはまあ必須ではないけど、まあいたらいいよねぐらいの性能。うん。だし、悪の系譜使いの方も、極振り、あとは、復活フリーザとか、まあ、系譜のアビ役のね、全開覚醒キャラクターだったり、まあ、リーダー枠のジレンなんかも手に入るんで、まあ、この辺使いたいとか使ってるよって方は、もうとりあえずこのガシャぶっぱでいいですね。で、あとは強いキャラクターはあんまり持ってない方ですね。もうさっきも話した通り、めちゃめちゃね、いい当たりキャラクターがたくさん入ってるんで、とりあえず回しとけば何かしらね、PVP で使えるキャラクターはね、かなり排出自体はね、可能性、確率は高いんで、まあ、とりあえずね、始めたばっかの方とか、しばらくレジェンズ触れてなくて、まあ、強いキャラあんまり持ってないよって方は、一番おすすめできるガシャですね。で、最後に書いてるのがコスパ良いガシャをね、回したい方。まあ、当たりがいっぱいいるって話したんですけど、もうやっぱり他のガシャと比べて圧倒的にね、爆死する確率が低いです。なんで、なるべく爆死がしたくない方は、まあ、間違いなくこのガシャを回した方がいいですね。本当におすすめできる、超優秀なガシャなんで、ゴッドランク、5周年で一番おすすめなガシャでいいんじゃないかなと思います。はい、続いて紹介するのがね、この間来ました、ウルトラベジットブルーガシャになります。で、このガシャは評価 Z プラスにしてますが、まあ、人によってはね、絶対引かない方がいいっていう人もいます。まあ、そこについてもちょっと話します。まずこんな人は回すべきっていうのが、合体戦士使いの方、あとは未来使いの方、まあ、髪の毛使いの方、まあ、髪の毛に関してはね、Z アビ髪の毛上げ持っているわけではないので、まあ、必須ではないと思うんですが、まあ、特に合体未来の方は、絶対回した方がいいですね。で、あとは、ここ一番大事ですね。2体以上環境キャラを持っている方。まあ、どういうことかというとね。このガシャ、右にね、当たりキャラ書いてますが、ベジブルとトランクスとザマス。もう3体だけです。はい。もう本当に副産物が他のガシャに比べて、あまりにも、渋すぎます。しかもこの副産物は Z パワー等倍なんで、即戦力じゃないです。全く、もうめちゃくちゃ当てないと、そこまで PVP では使い物になんないんで、もう正直当たりベジブル1体みたいなもんです。なんで、ベジブル1体持ってるだけじゃ PVP 正直ね、3対3で戦うゲームなんで、まあ、さすがにきついんでね、ベジブル以外の選出メンバー2人以上、ある程度持ってる方はおすすめできる。持ってない方は正直ね、ベジブル引いてすぐ PVP っていうことはちょっときついと思うんで、あまりおすすめしません。で、ちょっとウルトラガシャって本当にね、やばいガシャなんで、知らない人も多いと思うんでね、初心者さんとかも結構いるんで、もう右側にね、注意事項書きました。もう確率が鬼ほど渋いです。さっき紹介した極振りガシャに比べてね、かなり低確率のガシャとなっております。しかも天井がないんで、もう爆死したら何も残らないなんてことはザラにあります。石2万個3万個使って、ベジブル出なくて、もう何もできなくなった。もう PVP 何もできない。石も回収できないっていう人めちゃめちゃ見ます。なんで、それが怖い人は絶対にさっきの極振り回した方がいいです。で、あとはさっきも話した通り、副産物がないです。まあ、一応、ホプソとザマスね。まあ、使えなくはない。特にホプソめちゃめちゃ強いんですけど、Z パワーが等倍なんですよ。他のね、レジェンズリミテッドのガシャって副産物まで Z パワー2倍なんで、まあ、そういったところを汲み取るとね、コスパはめちゃめちゃ悪いです。うん。で、そしてね、あと怖いのが、去年のね、ウルトラスーパーベジットめちゃめちゃ強かったです。ただ、まあ、秋頃にね、
赤属性で完全にね、ウルトラスーパーベジットをメタリすぎたクーラっていうキャラクターが登場して一瞬で姿を消しました。っていう流れがあるんで、まあ、そこもちょっと怖い。うん。まあ、ただ未だにね、ウルトラスーパーベジットも、まあ、このベジットブルが来る前だったら全然使われてたようなキャラクターなんでね。まあ、息は長いと思います、めちゃくちゃ。やっぱ周年後半のウルトラなんで。ただやっぱりね、この確率と天井なしと副産物の問題がきついんで、もうどうしてもベジットブルが好きな方とか合体使い、未来使いの方、うん、とかは全然引くのおすすめなんですけど、特にこだわりない方はね、さっきのごっくりガシャとか回した方がコスパはめちゃくちゃいいです。ということで、ウルトラベジットブルーの評価は一応 Z プラスなんですけど、かなり注意点も多いんでね、まあ、回すときは気をつけましょう。はい。で、続いて紹介するのが第2弾のガシャ、ガンマコンビガシャになります。評価は Z プラスですね。まあ、先ほどのベジットブルーと同じ評価ですが、まあ、副産物とかキャラの単体性能とか、まあ、それぞれ考慮して同じランクって感じですね。で、回すべき人に関してなんですが、まず人造人間使いの方と劇場版使いの方、まあ、この2つは正直絶対引くべきですね。マジでエースキャラクターなんで。で、あとはね、極振りにマジで強いです、このガンマコンビ。もう本当に強い、めちゃめちゃ。なんで、極振りに結構困ってるよって方は特に回してもいいんじゃないかな。で、あとはね、リミテッドの青17号を持ってる方、もうこれに関してはもうめちゃめちゃ回していいね。うん。もうこのね、青17号とガンマ組み合わせることで、あの、環境最強クラスの極振りとベジブル両方止めることができるんで、環境キラーである人造人間パーティーが組めるということなんで、まあ、青17持ってる人はとりあえずこのガシャ引いとけば環境最強パーティー組めるんで、そこはマジでね、おすすめできます。うん。で、あとは強いキャラがたくさん欲しい方。まあ、極振りガシャもそうですけどね、こちらのガシャも、まあ、割かし当たりのキャラクターは多めな方なんで、一応右に乗せてますが、まあ、結構甘めにね、評価してるんですけど、特に当たりなのはやっぱガンマコンビとマゼンタですね。うん。まあ、ビーストも、まあ、全然やれるっちゃやれるんですけどね。で、あとはパンと17号。まあ、ちょっと片落ちしてきた感ありますが、それでも全然 PVP 楽しむぐらいだったらね、使えるキャラクターなんで、まあ、ゴッドランク上げてて、まあ、ゼップラのキャラクター、覚醒兆しとか、トラベジも全然 PVP で、まあ、楽しむぐらいだったら使えるんで、ね。はい、続いて紹介するのが、第2弾のオレコロガシャになります。評価は Z。まあ、ゼップラからワンランク下げてますが、まあ、癖のあるキャラクターなんでね、正直5周年の目玉の中では一番、人気がないキャラクターかな。うん。まあ、それでもね、こいつにしかない、性能とかはね、豊富なんで。まあ、Z を上げていいんじゃないかなと思います。で、こんな人は回すべきっていうところが、再生使いの方と劇場版使いの方。まあ、この二つに関しては回していいんじゃないかな。まあ、再生使いの方だったらね、ウルトラ純粋部持ってると思うんで、まあ、この二人組み合わせればめちゃくちゃ使えるし、劇場版使いの方もガンマコンビ引いてるんだったら、もうね、黄色と緑のラビめちゃくちゃ強いんで。うん、即戦力になりますし。あとは強い復活持ちが欲しい方ですね。まあ、復活持ちって本当にね、一気に評価を伸ばす塊なんですよね。もう今でもさ、1年半前の復活フリーザが急にね、日の目を浴びたことを考えると、もうこいつに関してはもういつね、評価を爆上げしてもおかしくない性能なんで、まあ、その辺もね、かなり期待していいんじゃないかなと思います。うん。で、さっきも話しましたが、ガンマやブを持ってる方ですね。緑属性で同じタグで、緑属性なんで同じタグでね、黄色属性めちゃくちゃ色相性がいいんで、まあそういう相方を持ってる方に関しては引いていいんじゃないかな。ただ相方が揃ってないよって人は正直引く価値はないと思います。はい。で、当たりキャラクターに関してはね、前は入れてなかったんですが、ホープソードを追加してますね。まあ覚醒来たんでさすがに当たりと見なしていいんじゃないかな。まあでもオレコロと使うことは基本的にないと思いますが。うん。って感じですね。なんでまあ初心者の人は一番おすすめできないかな、このガシャ。うん。ラインナップ的にもキャラパワー的にもって感じですね。まあ、ある程度ガンマとかブーとか周りのキャラが揃ってる人はおすすめなガシャになっております。はい、その他のガシャ、もう C です。引く価値はないですね。まあ、昔だったらね、ハッピーウィークエンドガシャ回した方がいいみたいなのあったんですけど、今のレジェンズ、うん、通常スパーキングのマルチもらうのに石割るのはさすがにもったいないんでね。まあ、回さなくていいし、他のガシャもね、割引すら回さなくていいんじゃないかなと思います。うん。なんで、まあ、一応以上でね、今回、たくさんね、注意事項だったり、回すべき人だったり、解説したんでね、5周年のガシャ、参考にしてもらえたらな、と思います。ということでね、ぜひ参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。お疲れ様でした。